はい、それではフェアリステークス本ちゃんいきましょう。はい、本日は新んどキーだけだったんですけど、国ック4着です。すいませんでした。せっかくさん負けたのにね。まあ、その前にピクシーの強かったのにすいません。福永さん、中京のにしたコースターとエコースがバレリリのババアでうちでぴったりでした。バスラッテレもごめんなさいまし。ありがとうございました。あかんこれ、しもた。はい、気を取り出しました。いきましょう。レッツゴー はい,い、明日フェアリーステークスってことで、えっとですね、本命がね、えー、アトミックフレアでいきます。ちょっとかなり、えー、もう、ドボーンっていってますけど、はい、対抗法をいくでる。で、まあ、テンハッピーローズとシャドーファックスは、多分前回ちょろっと紹介したので、ね、まあ、ここの意はね、まあ多分、分あの実績ばなんですよ、どっちかというと。はい。で、えー、上位と紹介します、まあ。アトミックフレア、えー、まず中山のマイル。 でまあ、特にフェアリーステークスもですけどやっぱり2枠ですよね。うん。はいもうここです。ちょっと。はい、えー、で、えー、今週どうかなって中山見たんですけどはいまず中山の芝、えー、土曜日、えー、まず2枠の中の3番が2頭起きてますね。はい でまあ1枠も来てる通り123で集中あとはまあ中枠より外よりかな6枠7枠ぐらいが来てますでピンク全く来てなかったんですけど、はい、今日どうかなってまあちょっとね、えー、距離がいろいろあってあれなんですけど、はいまあ、今日見ても、えーまあ、まばらに近いんですけどまあうちでもこれんことないババなんで C コース代わりで悪くないんかなってとこですねはいでまあ外枠もちょっと集中してるんですけど まあね、外出しても決まらんことないババんですけど、まあ、基本的な金のあれは2枠でも問題ないんで特に今回もうちは来てる通りそこまで打ち悪くないよってことは、えー、この 2, 2日間い大体わかったんでよろしくお願いしますはいまず2枠3番絶好の枠引いたのとはいドゥラメンテ3区ですね はい、えー、こちらの3区は基本的に珍しく、えー、普通ね3着にあ率がねガバッと広くなるんですけどこちら単勝が単勝というか勝率が非常に3着にあ率と比べて高いですねうん北勝を買うなら単勝を買えっていうワンばかりのドゥラメデサ3区でえっ、ー、とドゥラメデサ3区で言いますと土曜日今日は馬券1回絡んで1頭おったんやけど、えー、昨日も昨日,昨,日昨日かはい、えー、新馬戦中山前でレ ドレジャードルかっていう藤田七菜子さん安城のえうまかったんですけどいや圧巻でしたねドラメンテドラメンテサンクラシー走りはいえスタートまあうんある程度出てたんですけど後方からはいえっとね縦長の天下がありましてでえこれ最高峰やったんですよねはいかなり縦長で10馬身以上離れてますよねはい ここからペースアップしていって、残り600切って、まだ出てきません。11番まだまだ後方ですよ、ちゅうて。はい、11番ようやく出てき、あ、出てきましたね。はい、今後方、大外分回してるミドルボールですね。残り400切って、まだまだ後方集団。ここからしかもこれ、何頭外ですかっていうか外ですね。6、7と8路ぐらい外からね。いや、これ、サツキショのドラメンテで見たぞと思って、これ。お父さんそっくりな走りしてきて、多分東京とかの方が間違いなく合うんでしょうけど。 中山でこのね、はい、えー、パフォーマンス。新馬戦ですからね、足が違いましたからね、これ、抜いたし、これ、すごいで、ね、これ、中山の新馬戦、風で、上がり33 9ですからね、これ、やばい、これ、東京じゃないべ、と思って。いや、これ、びっくりした。うん、やっぱドラメンタやなと思って、はい。 ということで、今回、ドラメンで参考します。はい。中山マイルドラメンで。で、対抗法をクセルこちらもなんでなのかっていうと、ルーラシップってことで、ルーラシップっていうと、イコールドラメンと共通するところはっていうと、やっぱお父さんが金か以上です。ありがとうございました。うん。で、まあ、前作ちょっと舞台違うんですけど、まあ、一応、えー、中山リンクしやすい福島で上がり最速で勝ってるんで、まあ、距離違いますけど、まあ、でも新潟しませんね。えー、マイルを上がり最,速でかかり最速でこなしましたし、悪くないと思うんですよね。はい。で、えー、まあ、 さっき枠順で紹介しましたけど、えー、土曜日、はい、ドラメンテ、ルーラシップ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 と、リオンディーズ、はい、えー、父親、金亀系が結構来てますね、はい、えー、今日も、えー、ルーラシップ、ドラメンテ、そして、トゥザ・グローリー、はい、あと、ラブリーデート、もう、お父さん、金亀祭りですね、もう、金亀サンクじゃなくて、もう、やっぱ、その子供たちがね、 頑張ってるってことでちょうどいいんじゃないでしょうかもういいもねミスプロ系とか申し訳ないで昔言われてたのにも最近ではもなんていうのもう金髪系っていうところの時代的ねディープ系とかね時代やなこれこれは時代や今日もね新山記念8時ディープなんと出てくんねんって声出てきてあもうディープの娘たちの子供が出てきてんやと思って時代感じておりますいや非常に時代を感じているでこれ。うん エピファネイアがちょっと古感じもね、4、5年前ぐらいじゃん。言い過ぎいや、そんな前やろな。多分三3年とこちゃうんちゃう ?3 年前ぐらいかな。忘れた。結構忘れた。結構的で見てる。キザンクとかは2年ぐらい経つのかな。うん。よろしくお願いします。エピファネイアえエピファネイアって何年前のンクえ ?2 年さすがに ?5 年は言い過ぎか。5年は言い過ぎいや、そんなもん,じゃんちゃう。ちゃう。サンク一覧見れる ?2000。あっ。 ほら4歳は2017年生まれが出てきてるからさ4年目ぐらいなのかも。デアリングタクトとかもあこれは少年の3区えー、みたいですわ。そうですか、分かりました。そっか、そっか、そっか。はい、了解です。はい、ということで、フェアリーステークスはキンカム系とあとプラスアルファで2枠3番を押しておきます。ということで、亀井さんに行きましょう。 f r、はい、リステークスはえワイドの4トボックスなんですけども一応本命から対抗からそして黒三角からかはいそれぞれワイド振り分けてますんでよろしくお願いしますはいまあ金亀系からってことではい、えー、もう何も考えんと決闘からいきますあとは本命は枠順優先でよろしくお願いしますはいということでまた明日ライブできたらお会いしましょうご清聴ありがとうございました